作る際は自己責任です。はい、今回の動画はですね、プラレールの電停を作りたいと思います。電停とはなんだよって思う方いると思うんですけども、路面電車の停留所のことを電停と言います。で、今回はですね、その路面電車の停留所である電停を作りたいと思います。で、ちなみにこちらがね、完成品の電停でございます。はい。まあ、こちらがね、路面電車の線路ですね。はい。まあ、路面電車の線路に置くとこんな感じでございます。路面電車の線路のね、まあ、作り方の動画を上げているんでね、説明欄の方にね、まあ、リンクを貼ってありますんでね、まあ、そちらの方をね、ご覧ください。で、今回はね、この電停の作り方を説明していきたいと思います。で、まずはじめにですね、まあ、材料をね、説明していきたいと思います。はい。一つ目はですね、やっぱホームの土台となる木ですね。はい、木材です。はい。今回使う木材はですね、はい。ヒノキの、5mm×20×900mm ですね。はい。長さが 900mm。まあ、長さはどうでもいいんです。もっと短くても全然いいんですけど、まあ、幅が20で高さが、まあ、5mm ぐらいですね。まあ、それを使います。で、あとですね、まあ、一応バリアフリーに対応させるためのスロープとしてね、三角のね、木材を買ってきました。ちょっと三角だと傾斜きつすぎてね、全然バリアフリーじゃないかもしれないんですけどね。やっぱ時代に合わせてね、バリアフリーなね、やっぱホームを作ろうかなと思ってるんで。はい。ヒノキのですね、これ三角の、6mm×900mm です。はい。まあ、さっき5mm だったんですけどね、やっぱその、なんだ、三角形の多分ここの長さを測って 6mm って多分言ってるんでね、実際ここの長さは多分 5mm なんですよね。なんで 6mm を購入しました。なんで一応バリアフリー化させるために三角の木材と、まあ普通のヒノキのね、まあ幅20ミリぐらいのね、まあ高さ5ミリの木材ですね。はい。まあ高さや幅はね、お好みで、決めてください。俺は大体幅20ミリぐらいのね、ホームがいいかなと思ったんでね、幅20ミリのね、ホームを購入したんですけどね。ホームの幅はですね、もう、お好みでお願いします。まあ、俺がたまたまね、幅は20ミリのホームにするんですけど、もっと広いホームがいいなって方はですね、30ミリのヒノキを買ってもいいですし、もっと狭い方がいいなっていうのは15ミリとか10ミリのホームでもいいんじゃないかなと思います。まあ、俺はたまたま20ミリぐらいが良かったんで、20ミリにしました。で、あと必要なのはですね、こちらです。ダイソープチ電車シリーズの伏線用の対面雪です。なんでこれが必要かっていうとですね、これ開けるとですね、こんなものが入ってるんですね。はい。こちらです。はい。待合室みたいなものがあるんですね。これをね、取り付けようと思って部品取り出して購入しました。ただ、こっち側はもう一切使うことないんで、まあ、中古店かなんかに売ればいいんじゃない?売ろうかなと思ってます。でも多分10円ぐらいにしかなんないと思うんですけどね。まあ、こっちは使い道ないんでね。はい。なので、これは使わないですね。はい。で、今回使うのはですね、この待合室と、駅の看板かなんかな。まあ、これは使うかちょっと怪しいんですけど、まあ、これはね、やっぱ、ね、路面電車の停留所でもね、やっぱ雨に濡れたら嫌なんでね。一応ね、屋根付きの待合室をね、まあ、設置しようかなと思って、これを使います。はい。で、あとね、ホームを塗る時の塗料ですね。まあ、家にあったね、まあ、こちらを使っていこうかなと思います。タミヤのね、まあ、グレーですね。まあ、別に絵の具でも構いません、別に。むしろ木なんで絵の具の方が塗りやすいと思うんで、アクリル塗料をわざわざで買う必要はないと思います。はい、たまたまあったんでね、めちゃくちゃこの塗料なんか、入れ物汚いんですけど、ちょっと申し訳ないですね。はい。ので、もしかしたら色が微妙だったら買ってくるかもしれないんで。はい、まあ、これを使うかちょっと怪しいんですけど。とりあえず、家にある適当な、まあ、グレーの塗料で、まあ、ホーム赤の方がいいって方は赤でもいいんですけど、お好みで塗料も、って感じですね。で、あともう一個ね、必要なものがありました。こちらでございます。はい。柵ですね。柵というか、まあ、あれですね。フレキシブルレールのレールを取った後の枕木ですね。はい。フレキシブルレールの枕木です。これ何に使うのかっていうとですね、一応ホームのね、後ろの安全柵として使おうかなと思ってます。なんとなくね、これの使い道がなかったんですけど、柵として使えるじゃんと思ったんで、これを柵として利用していこうかなと思います。はい。で、あと必要なのはですね、まあ、材料というよりはね、どちらかっていうと、まあ、材料っちゃ材料なんですけど、接着剤ですね。あと、はい。ダイソーの接着剤でございます。はい。強力瞬間接着剤ミーですね。まあ、これを使います。はい。まあ、接着剤なんで材料と言ったらいいのかわかんないですけど、まあ、一応、止めるのに接着剤は必要です。はい。まあ、それを言ったら道具なんですかね。あと、ノコギリとかもね、あった方がいいと思います。木を切るんでね。それではですね、早速、加工に入りたいと思います。で、今回作る電停はですね、3両分の長さのね、電停を作りたいと思います。まあ、後ろのね、路面電車の車両の中間車がね、ちょっとリニアなのはちょっと理由があるんですけどもね、まあ、それは置いといてですね、まあ、早速ね、カットしていきたいと思います。はい。ちなみにね、この後ろのね、完成品のね、ホームの長さは36センチですね。はい。それでは、20ミリ ×5 ミリの木をですね、36センチの長さにカットしていきたいと思います。はい。まずね、印をつけていきます。まあ、1ミリぐらいずれてもね、そんなに問題ないんですけどもね。まあ、大体36センチの部分にですね、印をつけていきます。1ミリずれたところでね、そんなに問題はないんですけども、ただね、まあ、そうだな、1ミリずれると今度曲がる可能性あるから、まあ、ずれたら問題あるな、それはそれで。なんで一応、1ミリもずれないようにですね、やっていきます。はい、こんな感じでね、大体印ができたんでね、次はノコギリでね、カットしていきます。
それではね、36センチの長さにですね、このクラフトノコを使ってカットしていきたいと思います。はい。まあね、わかりやすいように今回、縮さめのノコギリで切っていきます。はい。まあ、別に大きいノコギリがある方はですね、大きいノコギリでカットしても構いません。別にノコギリはね、どんなやつでも構わないですけどね、まあわかりやすいように小さいノコギリで今回カットしていきます。はい、こんな感じでカットできました。ただね、カットしたところあんまり表面が綺麗じゃないんでね、ここヤスリがけしていきたいと思います。はい、切った場所はね、まあ、ちょっと多分粗いと思うんでね、150番台のヤスリでね、綺麗に処理していきたいと思います。なんかね、わさびおろしてるみたいな感じです。なんか大根おろしみたいになってきてるんですけどもね、はい。まあでも綺麗にしなきゃいけないんで。こんな感じでですね、まあ、表面綺麗にできたんじゃないでしょうかね。まあ、多少曲がってますけどね、そんなに問題ないと思うんでね。まあ、ここ曲がってますけど、まあ、気にすることないっすね。次はですね、このホームにね、スロープをつけるためにですね、この 6mm のね、三角木材をですね、このホームの幅に合わせてカットしていきたいと思います。はい。それではね、印をつけてカットしていきます。はい。ちょっと見えてなかったですね。すいません。はい。こんな感じですね。ホームの幅に合わせてね、カットしていきます。こんな感じですね。はい。それではノコギリでカットしていきたいと思います。カットできましたね。はい。まあ、これもですね、切った断面がね、あんま綺麗じゃないんで、ヤスリがけしていきたいと思います。はい、というわけでね、断面処理が終わったんでね、次はホームの土台にね、この三角木材をね、取り付けていきたいと思います。それではね、ですね、接着剤をつけて取り付けていきたいと思います。まあ、ボンドがある方はね、ボンドの方がいいと思います。俺はちょっとね、ボンドがないんで、今回接着剤を使って取り付けていきます。はい。それではね、貼り付けていきたいと思います。ちょっと乾くまでですね、数分待ちたいと思います。はい、というわけでそろそろね、まあ、接着剤が乾いたと思うのでですね、次の作業に行きたいと思います。次はですね、この接着した面ですね、まあ、接着した場所ですね、この辺がね、若干多分段差があると思うんでね、まあ、このね、さっき使った150番台の安いでね、この辺平らにしていきたいと思います。はい。まあ、平らにしていくとか、ね、段差をなくしていこうかなと思います。はい。それではね、こんな感じで表面処理をしていきます。はい。まあ、側面もですね、若干ズレがあるんでね。まあ、ここもね、表面処理していきたいと思います。次はですね、屋根付きベンチと駅名看板をですね、取り付けるための穴を開けたいと思います。はい。それではですね、まずはじめにですね、取り付ける場所にね、印をつけていきたいと思います。お好みの場所にですね、印をつけていきます。で、看板はまあ、この穴内でいいでしょうかね。こんな感じでございます。ちょっと見えづらいですね。こんな感じでね、一応に、4箇所印をつけました。はい。そしたらですね、次はですね、2ミリのね、まあ、ドリルでもピンバイスでもいいんですけど、穴を開けていきます。はい、というわけでですね、こんな感じで4箇所穴を開けました。そしたらですね、ちゃんとはまるか確認をしたいと思います。はい。それではね、看板をはめていきます。はい、問題なくね、ちゃんとはまることが、できますね。はい。で、ちゃんとね、どっちもしっかりとはまります。まあ、裏側ちょっとこっち貫通しちゃったんですけど、できればね、貫通しないように穴を開けてください。まあ、別に裏側見えることないんで、別に貫通してもそんなに困んないんですよ。できればね、貫通しない方がいいです。確認をしたらですね、この、せっかくはめたやつをですね、また引き抜きます。次はですね、このホームの土台に色をつけていきたいと思います。まずはじめにですね、この割り箸に両面テープを貼り付けた土台にですね、貼り付けていきます。はい。こうすることでですね、あんまり手が汚れずにね、塗装することができます。はい、というわけでね、塗装が終わって乾いたと思うのでね、次の工程に行きたいと思います。はい。さっき取り外したですね、屋根付きベンチとですね、看板をね、またはめ直したいと思います。はい、というわけでね、再び屋根付きベンチとね、看板を取り付け直しました。次はですね、後ろに柵をつけていきたいと思います。路面電車というのはですね、まあ、後ろにね、道路があってね、車が走ってる状態で、しかも前は路面電車が走るというね、まあ、めちゃくちゃ路面電車の停留所って危険な場所にあるんですね。なんで、お客さんがね、怪我しないようにですね、後ろに次は柵を設置していこうかなと思います。まあ、おもちゃなんだから柵なんてつけなくていいよっていう方は、まあ、つけなくてもいいんですけどね。まあ、実際柵がない限定っていうのも存在するみたいなんですけどもね、まあ最近できた
まあ路面電車なんかはね、だいたい後ろに柵があるのが一般的ですね。まあ阪海電車なんかの駅でね、たまに後ろに柵がないやつとか結構あるんですけどね。まあ土佐電交通なんか電停というか、もう道路にそのまま降ろされるっていうのがあったりするんですけど、まあそれは除いて、一般的な路面電車の停留所っていうのは後ろに柵がついてることがほとんどなんでね、まあつけていこうかなと思います。はい。で、柵はですね、この N ゲージの枕木ですね、今回これをね、接着剤で貼り付けていくだけにしたいと思います。まずね、この N ゲージの枕木をね、ちょうどいい長さにね、カットしていこうかなと思います。だいたいこの辺の長さ、このぐらいの長さですね。はい、ここでカットしたいと思います。はい、こんな感じでね、カットすることができました。そしたらですね、ここに接着剤を塗ってね、貼り付けていきます。はい、ちなみに N ゲージの枕木っていうのはですね、まあ、こんな感じになってるんですね。まあ、上にね、つなぎ目がある方が、つなぎ目がある方が上になる感じでね、まあ、つなぎ目というかね、このこう開く方が下になる感じです。で、取り付けていきます。なんで下の方にね、つなぎ目がない方にね、接着剤を塗っていきます。一個一個塗っていきます。結構ね、地味な作業なんですけどね。はい、というわけでね、接着剤が塗り終わったんでね、早速ホームに貼り付けていきたいと思います。はい、というわけでですね、柵の設置が終わりました。これでですね、まあ、車がね、高速で後ろを通過してもですね、お客さんはね、あんまり怪我とかせずね、まあ、安全に路面電車をね、乗り降りすることができるようになりましたね、っていう感じですね。で、最後にですね、シールを貼ってね、完成させたいと思います。はい、というわけでですね、シールを貼ったのでね、プラレールの電停が完成しました。こんな感じでございます。はい、ここにですね、安全地帯標識を取り付けましたっていう感じです。まあ、これでね、路面電車の停留所っぽくなったんじゃないかなっていう感じですね。はい、まあ、安全地帯標識ってどういう意味かと言いますとですね、道路交通法第2条第1項第6号にはですね、路面電車に乗降する者もしくは横断している歩行者の安全を図るために道路に設けられた島上の施設または道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分を言うそうです。はい、まあ、そんな感じでございますね。はい、であとここにね、駅名看板を取り付けました。はい、ステハトって書いてありますね。なんか、まあ、あれと書きましたね、あの長崎電気軌道の大波と電停とね、まあ、あの、某中大生 YouTuber の名前をかけて作りましたっていう感じですね。はい。で、ここは待合室って感じですね。結構ホーム長くなっちゃったんでね、なんかあんま路面電車の停留所っぽくないっすよね。っていう感じですね。最後はですね、レイアウトに組んでね、遊んで終わりたいと思います。はい、というわけですね、まあ、こんな感じでね、まあ、レイアウトを組んでみました。はい、こんな感じです。まあ、併用軌道の区間そんなに多くないっすね。はい。まあ、ほとんど専用軌道って感じなんですけど、まあ、こんな感じでね、まあ、レイアウトを組んでみました。で、今回作った電停はね、こちらですね。はい。こんな感じです。まあ、ね、路面電車の停留所っていうのは道路の真ん中にあるんでね、まあ、こんな感じでございます。それではね、走らせてね、遊んで終わりたいと思います。